中国南西部の重慶市にある廃校が、3年近くにわたる環境改善によって、花畑に生まれ変わり、春には多くの観光客が訪れる場所となっている。目の前に広がるこの花畑は、かつて廃校だった。2021年3月、廃校の環境回復プロジェクト案が承認された。採掘場を埋めて土地を平らにし、灌漑施設を建設し、不毛な土地がついに作物を育てることのできる、肥沃な土壌へと生まれ変わった。修复了以后，就是那个变成花海了嘛，就是修复了整个那一块呀，看起整个的生态哈更和谐更好了，比之前的的确是看起要好些，真的要比之前的矿坑漂亮很多。廃校から花畑への転換は、環境を回復させただけでなく、地元の経済発展も後押ししている。毎年の花見シーズンには多くの観光客が訪れ、周辺の飲食店や宿泊施設などの産業発展を促し、地元の村民の収入増にもつながっている。